クエン・フー・チョンは、ベトナムの政治家、最高指導者。第6代ベトナム国会議長を務めた後、第7代ベトナム共産党中央委員会書記長、中央軍事委員会書記を務め、党内序列は、第1位、最高指導者に就任。2018年10月から2021年4月まで、国家主席も兼任した。長らく、ベトナム共産党の理論。 思想分野で活躍し、保守派に属している。純博士、博士候補。ハノイ市に生まれる。ベトナム戦争中の1963年から1967年にかけてハノイ総合大学で文献学を学ぶ。大学卒業後の1968年12月19日、ベトナム労働党に入党。入党後は、党中央理論機関士。 タップチコンさんの編集部に勤務。1973年9月から1976年4月まで、クエンアイコックと高級学校政治経済学部大学院に学ぶ。1981年9月からソ連社会科学アカデミーに留学し、1983年7月に歴史科学準博士の学位を取得。帰国後は、再びタップチコンさん編集部に戻り、 1990年5月に副編集長に就任。1991年から1996年までは編集長を務め、党の理論的支柱として、土イモイ政策を思想面から支えた。1994年1月に開催されたベトナム共産党臨時党大会において、第7期党中央委員に選出された。 1996年6月28日から7月1日にかけて開催された第8回党大会で中央委員に再選され、ハノイ市党委員会副書記に任命された。1997年12月末、第8期党中央委員会第4回総会において政治局員に選出され、思想、文化、科学教育を担当する。党内序列は第19位となった。 1999年8月、政治局常務委員に昇格する。2000年3月1日、ハノイ市党委員会初期に就任。また、党中央理論評議会議長を兼務した。2001年4月の第9回党大会では、政治局常務委員会が廃止されたため、政治局員にのみ再選出され、序列第7位に昇格した。2006年4月の 第10回党大会で政治局員に再選出されて党内序列第6位となったチョンは同年6月26日第11期国会第9回会議において国会議長に選出された。さらに翌2007年7月24日第12期国会第1回会議において国会議長に再選される。2011年1月に開催された第十一回党大会で 中央委員に再選されたチョンは、党大会開催中の1月18日に開かれた、第11期党中央委員会第1回総会で、党書記長、政治局員に選出され、翌日の党大会で、書記長就任を承認された。同年7月、第13期国会第1回会議において、国会議長を退任し、グエンシン新聞第1副首相に引き継いだ。 2015年7月7日、ベトナム戦争後、最高指導者として、初めて訪米して、バラク・オバマ大統領とホワイトハウスで会談した。2015年9月15日に来日し、東京都内での講演も行った。2018年10月23日、9月に死去した、チャン・ダイクアン国家主席の公認として、ベトナム国会より、国家主席に選出され、 当初期長と兼任することとなった。ベトナムで初期長と国家主席を兼務するのは、ホーチミン、チュオンチンに次ぎ3人目。2021年1月に開催された第13回党大会で当初期長に再任され、党規約を超える参戦となった。同年3月に次期国家主席にグエンス・アンフック首相が推薦され、これに伴い4月2日に国会は、 賛成438、反対、危険各一票で、グエンフーチョンの国家主席からの解任を承認した。ありがとうございます。